それでは計算基礎学1の第6回の授業を始めたいと思います。まず前回の第5回のまとめです。前回はまずホーナー法による一変数多項式の評価について説明をしました。そしてこのホーナー法のアルゴリズムと計算量について学びました。で、後半ではこのホーナー法の応用としまして、いくつか計算したんですけれども、一つは非不整数の二進十進変換、もう一つは小数や分数の二進十進変換の方法を学びまして、このいろいろな計算にこのホーナー法のアイデアが生かされているということを紹介しました。で、今回の内容です。今回はまず多項式や多倍調整数の乗算のについて見ていきます。それからと後半では多項式の常用付き乗算について見ていきたいと思います。それではまず多項式や多倍調整数の乗算について説明していきます。テキストですとこれが 2.3 節21ページからですので、必要な人は見てください。で、まずその 2.3.1 項では一変数多項式の乗算について扱います。で、一変数多項式の乗算をこれからアルゴリズムにしていくわけですけれども、まず例題を通してそのどのような手順で我々が多項式の乗算を計算しているかということを考えてみましょう。で、こちらのスライドにありますように AX を3次の多項式、 BX を1次の多項式とします。どちらの多項式も係数はすべて整数であるとします。で、この AX と BX の積を計算するというんですが、我々多分その多項式の四則演算をやっていたのは多分高校生ぐらいからかと思うんですけれども、こんなふうにですね、その各項の係数を書き出して、で、筆算で掛け算を計算するということをやっていたと思います。こちらにありますように上の行にはAX の係数をこう次数の高い方から順に書き出すと。で、次の行には BX の係数を次数の高い順に書き出して、しかもその AX と同じ次数の係数が揃うように縦に揃うような形でこう書き出すわけですね。で、と基本的にはその AX と BX の積っていうのは多項式の分配法則を使いますので、例えばまず AX にこの B0 をかける計算からこう行うことができます。で、その AX に B0 をかけた時のその各多項式の係数というのはこの行にこう来るわけですね。で、次に AX に B1 の X をかけた時の係数、これ各項の係数はこの行に来るというわけです。一応この各項のその次数をこう揃えた、縦に、次数が縦に揃う形でこう書いてあるわけです。で、最終的にこの2回計算したこの各係数を縦に加えていったものが、その積である CX の各次数の係数になるということで、こう我々がその筆算で書いてきた手順 をですね、そのままアルゴリズムの形でこう書き下せばよいだろうという考えに至ります。で、それをアルゴリズムの形で書いたのがこちら スライドに出したものです。と、入力としましては、AX ですね、まず AX、 これは K 次の多項式です。それからもう一つ BX は M 字の多項式ということ で出力は CX になるんですけれども、CX は AX と BX の積ですので、その次数は K プラス M 字ということになります。ということで出力の CX はこのような形で表します。で、その計算手順を一つずつ見ていきたいと思います。まず最初のステップですね、第1番のステップはこの CI ですね、この CX の係数なんですが、あらかじめCX の全部の係数に0を代入しておきます。こういうふうにですね、この最初にこう出力 の変数の値をこう決めたりすることをよくプログラムなどでは初期化というふうに呼びますけれども、こんなふうにこう CX のメモリ入るものですね、値をこう全部、係数をもう0に初期化しておくというのが1行目です。で、2行目なんですけれども、
これは i が0から k までの繰り返しになっておりますね。で、その中でその各その i の繰り返しの中で j が0から m までの繰り返しとなっております。で、それでこのこれは、i が固定されているからこれは ai ですね。 ax の係数を固定してbx の係数を動かしながら i プラス j 次の cx の係数を計算していくという繰り返しを行っております。で、まあ、最後は実はこの先ほどの図で筆算だった部分っていうのはここですね、 c の i プラス j っていうすでに計算した係数に新たに計算した係数の積を加えるところでその先ほどの筆算でいう最後の足し算の部分がまあ、そのままセットで行われているということに注意してください。で、まあ、この繰り返しが終わると最終的にこの cx を介してアルゴリズムを終了するという流れになります。まずこういう流れですね。その筆算の手順を書き出すということを確認しておいてください。では、まあ、これに基づいてそのアルゴリズムのですね、計算量の見積もりをしていきたいと思います。で、ここではその整数の加減上場を今回は単位とします。とりあえず整数がですね、多倍長かあるいは1ワードかということは考えずに、まあ、どんなに大きな数であっても整数の1回の加減上場算を、まあ、単位と、加減上算か、加減上算を単位とするというふうにして、少し問題を優しくして、まず計算の見積もりをしていきましょう。それで、まず最初ですね、最初のステップから順番に、その計算指則演算が発生するところを見ていきますけれども、最初にまず1行目から見ていきますと、1行目は、これは CI に0を代入するという、まあ、初期化と呼ばれる処理をやっておりました。で、まあ、以前の授業から何回か指摘しておりますが、まずは代入は無視するということなので、1行目、アルゴリズムの1行目では特にその計算量に関係する演算は発生していないということになります。で、次、2回目ですね。2行目ですね。2行目を見ますと、まず外側のループですね、i に関する繰り返しが発生しております。で、これを見ますと、i が0から k まで動いていますので、1ずつ増加しながら動いていますので、まあ、i に関する繰り返しは k プラス1回発生しているということをまず押さえておきます。で、その2行目の中で、さらにステップ A というところで、今度は j に関する繰り返しが行われておりますけれども、j は0から m まで1ずつ増加しますので、j に関する繰り返しは m プラス1回発生しているということになります。で、いよいよ、その i と j の二重になった繰り返しの中で、どういう演算が発生しているかというのを見ますと、この部分ですね。c の i プラス j に ai かける bj をまず掛け算するところで乗算が1回。それから既存の c プラス c の i プラス j にこの aibj を加えるところで加算が1回発生しています。ですので、まあ、この繰り返しのループの一番の内側で、加算が1回、乗算が1回発生するということになります。ということで、最後のリターン文は計算量に含めませんので、そのこのアルゴリズム全体で指則演算が行われている回数というのは 2×k プラス 1×m プラス1ということになりまして、でこれをまあシータで見積もるとシータの km という見積もりになります。で、まあ、このことから何がわかるかといいますと、そのシータの km という見積もりなんですけれども、 k と m はそれぞれax と bx の次数でしたので、この時のその乗算多項式 AX と BX の乗算に際してのその数同士の演算回数はこの AX と BX のそれぞれの次数の積に比例するということがまず言えます。で、まあ非常に大雑把な見積もりですと、まあとりあえずこれでこうなんとなくまあ分かったと
という気がするわけですけれども、特に我々人間が計算手で計算するときはその、まあ、演算回数っていうのは一つの掛け算1回としか数えませんから、まあ、それで終わりっていうことになるんですが、計算機に立場になっていますと、まあ、これまでやってきたようにその、整数もですね、その多倍調数になれば単精度の数よりも演算回数はワード単位での演算回数は増えるだろうということが、まあ、ふうにこう思い当たりますので、そうするとワード単位の計算量の見積もりをしようと思ったら、これから述べるその多倍調整数の乗算の見積もりを込みで行うことが必要になります。